そう、僕は汗っかきなので、あの何かこう困ってたり体調悪いのかなと思わないでくださいっていうのはもう皆さんご存知なので大丈夫かと思いますが、この人と、この近くに住んでたんです、東京にいた時は。でここのことは知らなくてね、もしその当時ここのこと知ってたら入り浸って飲んでて全然音楽なんかできなかったと思うんですけど、で、上大崎に住んでて、大崎のスーパーによく買い物に行ってたんですが、そのスーパーまで走って僕よく行ってたんですね。そうするともう僕もう人から見るともう本当に病気かっていうぐらい汗をかくんですよ。なのでびっちょびちょの状態でレジに並んでいたら、そこの店員さんたちが雨雨ラスビ下げてとか言って、すごい雨シフトでこうなんかぐるぐるってするの、なんか雨みたいに出しに、ひさしを出しに行っちゃったりとかして、降ってなかったですよ店長とかって言ってね、ありましたけど